今年は最後の出品になると思います。今まで支えてくださった地域の方、杵築市の皆さんに感謝の気持ちを込めて、できるだけ生徒たちの手で作りたいと思っています。今年は光が螺旋状に昇っていくような塔をイメージして作っています。ぜひ見に来てください。我が美術部は1年生9人、2年生6人の計15人で活動していて、観月祭では竹の中に色を塗って一つの絵にしています。竹300本で1週間一生懸命塗っています。ぜひ見に来てください。これが完成図です。19日の観月祭のスタート前、午後3時から、このスチールパンを使った私の活動、スチールパンで杵築巡りの100カ所到達イベントをここ杵築市海浜夢公園で行います。当日は私の演奏は午後4時から、それまでの間はさまざまな体験イベントなどを準備しておりますので、皆さんの交流の場として使っていただきたいと思っております。夢公園で待ってます。ここは須谷の坂という坂です。この坂を降りて、向こうの南の方に登っていく坂を塩屋の坂と言います。観月祭の折にはこの、須谷の坂、塩屋の坂に、たくさんの行灯が並びますので、それぞれの上から眺めると、それは、ちょっと別の世界に、来たんじゃないかなというふうに、錯覚さえ起こすほどです。ここは谷町筋と言いますが、この道の右左両側にはちょっとした広場がありますので、そこには光のオブジェがずらりと並びます。高校生の作品、市民有志の方、放課後児童クラブやデイサービスのおじいちゃんおばあちゃんたちが工夫を凝らして作った光のオブジェ、結構見どころということになりましょうか。この観月祭、市民のたくさんの皆さん、それから子どもの皆さんが取り組んでいます。市民手作りの観月祭ということです。皆さんのお越しをお待ちしております。